翔子ちゃんって付き合ってたじゃない？結婚だってさ。そうなんだ。同窓会で発表するって話が回ってきて、だからその時逆に驚かせてやろうって。じゃあ逆サプライズ？そうそう。見たかった。ほんと最高だった。あ、動画送るよ。うん。あ、パズドラ開いてた。パズドラ？うん、そうだ、初めての場所に来たらサーチして。出た。何が？私のモンスターにふさわしいとっても可愛い子が。ユキコがゲームなんて珍しい。ねえユキコ、それって対戦できるやつ？うん。どうしたの静か？ダメ。え、ユキコ、ダメダメよ、そんなの絶対やっちゃダメ。はい、お願い、約束。ねえ、頼むからやらないで。うん、絶対の絶対よ。ユキコ先生、パズドラ始めたってマジ？ついにでやんすか。楽しそうなみんなを見てたら私もやってみたくなって。ねえねえ、モンスターは？対戦はもうしたんでやんすか？モンスターは今ちょっとずつ集めてて、対戦はまだなの。じゃあ一緒にやろうぜ。いいの？大歓迎。放課後パズドラ部に集合。平和なやり取りが大事件の始まりとなろうとは、この時の大家たちには知る由もなかったのである。顔を出すんです。そうなのね。今なら
私一人の犠牲で止められる。まあ、客がいないんでパズラブに貸して。お、どうかしました？そうか、パズドラブです。手分けして探しましょう。この先の商店街の鉄板焼き店です。客がいないんですぐ分かります。あ、ユキコ先生、こんなところで何やってらっしゃるんですか？パズドラ。パズドラ始めたんですね。僕でよければ勝負したいななんて思いましてね。勝負？メモリーオン。メモリーオン。レディーゴー。ゲンさん、どこで油売ってんだ？おいしいたこ焼きにゃで香典か。買い出しにこんなにかかるなんて。まさか事故とか。うん、ライコちゃん、探しに行った方がいいんじゃ。行こうぜ。気をつけろ、危ねえだろ。ごめん、大丈夫？君。お姉さん、悪いのは僕の方さ、ごめんね。私、急いでて。お気をつけて。何やってんだみんな、早く行こうぜ。お前に言われたくない。行くぞ。聞けって。待って、ユキコ先生が来ちゃうかもしれないから誰か残ってないと。ユキコ、ねえ、今ユキコって言った？いや、なんかすいません、勝ちっぱなしで。もう一回。はい、何百回でも。そっか、あなたたちがパズドラ部、そしてユキコは今日みんなと一緒にパズドラをする約束をしたのね。お姉さん、ユキコ先生の友達って言ってたけど。どんな人にゃ。お願い、ユキコにゲームをやらせないで。え？あの子がゲームをしたら大変なことに。ちょっと待ってください。話が見えないでやんす。どういうことなんですか？始めたら最後、決して終わらない。サドンデスゲーム。そう、そしてついたあだ名がエンドレスサドンデスユキコ。信じられない、ユキコ先生がエンドレスサドンデスユキコだなんて。なんかやだもんね。エンドレスサドンデスユキコ。いやんすか。早くやめさせないと、エンドレスサドンデスユキコの次の犠牲者が。とにかくユキコ先生を探せばいいんだな。行くぞ、トラゴン。待て、ユキコ先生はタイガと約束をしていた。君は残るべきだ。そうよ、行き違いになるわ。ここは僕の力を使うところでやんす。え、何の力？金の力でやんす。信号でやんす。お金の力。そこに冷静な僕が加われば問題解決です。あっちでやっす。やっすやっす。待って。もうやだ。そ
な。はい、そこまでよ。前山田先生、もうやめるでやんす。あたいの前でぬるい勝負は許さない。エンドレスサドンデス、ユキコ、僕たちと勝負だ。パズドラプレイヤーか。あたいと勝負じゃ。危険だわ。心配ありません、僕たちはパズドラ部。数々の修羅場をくぐり抜けてきたでやんす。よし、交代だ。次のやつ、逃げたらどうなるか分かってんだろうな。どうなるでやんすか。閉める。頼むぞ、ユキチ。やんす、やってやるでやんす。メモリアー、ラディック。
俺ならここだぜ。メモリーゴン、メモリーアン、レディーゴー。行け、トリコ。気をつけるんだよ。メンチョーヤ、食われ。タイガ君、わざと負けちゃダメよ。もちろん手加減なんかしねえ。エンドレスサドンデスユキコに挑んだこと後悔するなよ。いつもエンドレス。